アロハ。ハワイ愛が溢れすぎて我慢できない枠乗りチャンネルの枠です。今回の動画は1950年代の古き良きハワイをそのまま残しているザ・ブレイカーズホテルへ宿泊をしてみました。めちゃくちゃおすすめしたいことがねたくさんありますので、ぜひ動画の最後までご視聴くださいね。ワイキキ中心部にあるプール付きのホテルで宿泊費は2名で宿泊するとなんと1人当たり100ドル以下で泊まれるホテルのご紹介になります。しかもリゾートフィーやアメニティフィーはありませんので非常にリーズナブルなんです。このホテルのどこが素晴らしいのか徹底解説をしますので詳しく見ていきましょう。ザ・ブレイカーズホテルはどこにあるのでしょうか。ザ・ブレイカーズホテルはハワイ州のオアフ島ワイキキ中心部にあります。ワイキキビーチ沿いの好立地にあるこのホテルはビーチまで徒歩 2,3 分で行くことができます。ワイキキ中心部にございますためショッピングも最適でありながらも値段はリーズナブルなのが特徴です。今回は1階の131号室へ宿泊をしました。スタンダードスタジオのキングルームになります。こんにちは。OK OK OK はい、どうもありがとう。はい、ありがとう。お部屋の中を詳しく見ていきましょう。ルームサービス、ルームツアーをしている。鍵はね、こういうキータイプになります。お部屋の番号は131、131号室ですね。1階になります。まず入ってすぐ、キッチンですね。電熱コンロと、電子レンジ。で、冷蔵庫ですね。そして、おフライパンとかある。結構いろいろある。おカップ類もありますね。いいですね。そして、下の方が。そしてすぐ右がウォークインクローゼットっていうやつかな。あっアイロン台もある。アイロンもあるのかな。
してこれが、洗面台とチューリっていう石鹸がありますね。一応石鹸が入ってる。いいっすね。で、トイレは水洗ですね。シャワールームはこの感じ。こうなってます。あとは部屋の方は入ってすぐテーブルがあるんでいいですね。これ食卓みたいな感じで、ベッドがキングサイズのベッドになってます。あとはエアコンと、扇風機とか、テレビもね普通にありますね。一応ここね、ラナイがついてるんですよ。じゃじゃーん。こんな感じ。ラナイがついてて、ここが茶室みたいですね。あ、なんかたまにアップとか行ったけど。あ、みんな取りまーす。一応ね、金庫もあるみたいね。はい、今の時刻、1時33分ですね。これからちょっとね、シャワー浴びて、また今度中の方をね、見てみたいと思います。それでは。次に共有部分を詳しく見ていきましょう。このクラスのホテルにしては珍しくプールがついています。ザ・ブレイカーズホテルは無料の駐車場があります。ただし6台の制限があるので早もごちになります。ここね、あのブレイカーズはコーヒーがすごく飲めるんですね、無料で。で、今日はアロハビール、アロハビール来ましたよ。いつもの場所に来ましたよ。行きました。でも、
唐揚げなかった。チキンウィング、チキンウィングないし、残念残念すぎる。ということでまたチャレンジしまーす。リベンジです。クリア。まったね。2時44分です。ということで明日も朝早いので、じゃあゆみちゃんおやすみなさーい。はい、おやすみ。まったね。それじゃね。ちょっと高いなこれ。はっ。おはようございます。やべ、それじゃあ起きて ABC に朝ごはん買いに来ます。うん、じゃおはようございます。今8時8分ですね。安いね。4枚で20ドルだよ。おにぃ、いや、サンキュー。 いや、マハロね、このコーヒーもお願いしよう。よいしょ。何ですかこれ。ヨーグルトハーファイトベリー$4.99です。 ABC のシグネチャーコーヒーですね。ここね、あのブレイカーズはコーヒーがあそこ飲めるんですね、無料で。後でまた改めて飲みたいと。ちょっとまだ準備ができてなかったみたいだったので、いただきます。どうしよう。
ました。はい、お疲れ様でした。今回のブレイカーズ、こちらに泊まるのは一泊なので、これから次の場所に移動したいと思います。それではレッツラゴー。Morning. Check up, please. Yeah. Thank you. Yeah. 最後にまとめます。ホテル探しで悩んでいる方は悩まずにザ・ブレイカーズを選ばれると良いと思います。ホテルのフロントにはコーヒーが設置されていて、宿泊客は無料になります。お部屋も28平米あり、畳の広さで17畳あります。十分な広さじゃないかなと思います。まるでハワイのおばあちゃん家に帰ってきたかのような旅を楽しむにはおすすめのホテルです。ご参考ですが、実際に今回の旅で使った金額はこのような感じです。ブレイカーズのおすすめポイントはこちら。まず、古き良きノスタルジックハワイを体験したい方、ザ・ブレイカーズはホテルに入ったその瞬間から街の喧騒から離れ、ハワイでゆっくりとした時間を過ごすのには最高の場所です。それはまるで1950年代のオールドハワイへタイムスリップしたかのようです。昭和の時代のようなビーチ沿いに低層階のホテルが並んでいた頃とは異なり、近年ではハワイの好調な不動産に後押しされ、再開発が急ピッチで進み、ホテルの高層化が止まりません。そんな中、低層階のホテルは数少なくなっています。宿泊客はアメリカ本土から来た常連さんと思わしき、宿泊客を中心に各々ホテルのプールサイドで読書をしたり、日光浴をしたり、静かにくつろいでいます。昔のハワイリゾートを感じたい方は訪れてみてはいかがでしょうか。ホテル代を浮かせたい、とにかくコスパ重視の方、ザ・ブレイカーズホテルはエコノミークラスの設定になっています。一番安いスタンダードのお部屋で150ドルからのお部屋がございます。コロナ禍を経てハワイのホテルは軒並み料金が高騰しております。この立地ですと1泊5万円以上払わないと宿泊はできません。今回のお部屋は1人で宿泊をしたので150ドルでしたが、2人で宿泊をすると160ドルで1人当たり80ドルになります。なんと1人100ドルを切ります。昨今の円安で日本人旅行者にとっては大変不利な状況となっている中で、ワイキキ中心部で100ドル以下で宿泊できるのは大変ありがたいですよね。キッチンがついている部屋を探している方、ハワイは離島のため輸送費にお金がかかるため、もともと物価は高め、さらに近年のコロナ禍による情勢のこともあり、インフレが加速し物価が上昇しています。物価は高くとも世界屈指のリゾートのハワイは健在、現在でも世界トップクラスの人気の観光地です。そんなハワイでレストランで優雅に食事をするのもいいですが、ここザ・ブレイカーズホテルはフルキッチンが備わっておりますので、旅費を節約する上でも自炊も楽しいはずです。調理器具も清潔で小綺麗にまとまっており充実しております。部屋でクッキングをして食費を浮かせる分にはもってこいです。実際に夕方になるといろいろなお部屋から料理のいい匂いがするので、皆さんそれぞれ暮らすように旅を楽しんでいるのかなと思います。せめて3食のうち 1、2食だけでもお部屋で調理して食べるだけでも相当お金が浮くんじゃないかなと思います。大型ホテルチェーンにはないホスピタリティを求めている方、
ブレイカーズは大型ホテルチェーンではなく個人経営のホテルになりますので、ホテル独自のホスピタリティがございます。例えば要リクエストでアーリーチェックインが可能な場合があります。アーリーチェックインが確約とは言い切れませんが、予約の際にリクエストをすると応じてくれます。日本からの便はハワイ到着が早朝が多めなので、そんな時は早めのチェックインをお願いしてみましょう。僕は妻に頼んでアーリーチェックインをリクエストしてみたところ、快く応じてくださり、お昼前にチェックインができました。今回のように細かなリクエストに応じてくれるのは個人経営のホテルならではですよね。リゾートフィーやアメニティフィーなんか払いたくない方、ハワイのホテルを宿泊する上で何かと付きまとうのがリゾートフィーやアメニティフィーです。このリゾートフィーとはホテルが独自に課金する追加費用の一種なのですが、独自に金額を設定するためホテルによって1泊20ドルから40ドル台まであります。これが日本人旅行者にとって円安に加え旅費代がかさみ悩みの一つでもあります。今回ご紹介のブレイカーズホテルは先にも申し上げた通り2つ星ランクのホテルとなっており、ここと同等のホテルですとエヴァホテルやワイキキサンドビラなどがありますが、プールがなかったりリゾートフィー、アメニティフィーという追加料金が徴収されるところがほとんどです。長く滞在をすればそれなりにかさむリゾートフィーは、例えば40ドルで7泊したとすると40ドル ×7 泊で280ドルになります。これに宿泊税や消費税が上乗せで徴収されますから、滞在費はなるべく抑えたい、節約した分長期滞在したいという方にはめちゃくちゃおすすめです。2人で宿泊の場合、総額を支払ったとしても1人当たり1万3000円でお釣りがきます。今回の動画はいかがだったでしょうか。次のハワイの旅行でホテルにどこにしようかなと悩まれる方のご参考になるようでしたら幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。マハロー。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。次の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではマハロー。